今日はですね、ゴルフレッスンを受けていただくので、ゲストの方にお越しいただきました。では、お願いします。どうも、はじめまして、ゴリラマンゴルフの哲です。よろしくお願いします。お願いします。フォースタンス理論のタイプチェックをさせていただきまして、今回この動画でレッスンの様子を配信していきたいと思います。タイプチェックの様子は、ゴリラマンゴルフさんの方でやっておりますので、概要欄に貼っておりますので、こちらの方もぜひご覧ください。お願いします。お願いします。今、ショットの方で、最もこう悩んでることとか、はい、気になっていること、知りたいことってありますか？僕はあの上から入りやすいんですよ、はい、シャローとは曲げのスティープに入っていくので、はい、どちらかというとアイアンはそんなに苦にしてなくて、はい、結構アイアンは得意だというふうに自分で思ってまして、はいはい、どちらかというとそのフェアウェイウッドとかドライバーとか、はい、ウッド系が苦手でして、やっぱり上から入ってくる分、うん、と角度が上から来すぎてですね、スピン量が多くて、はい、スライスしたりで引っ掛けたり、はい、っていうのが多いですね。あ、そういうことですね、はい、今のスイングの状態なんですけど、まず手元の通り道からすると、はい、アウトに上がってますと、はいはい、本来 B タイプのオンプレーンって肩口なんですね、うんうん、肩のちょっと下のあたりの線上に手元が来てほしいんですけど、はい、ちょっとこう縦の方にずれていきますよね、うんうん、そうです。でそれを直したいんだけど直んないんですよ。あ、なるほどですね。ただトップからダウンスイングを見ていくと、比較的クラブはオンプレーンから来てる状態です、うんうん、で、なんなら手元はアウトに上がっていくものの、クラブはちょこっと切り返しで結果的に寝ながら降りてくるので、はい、意外とこうドローボールがアイアン出てると思います。はいはい、そうですね、はい、確かにおっしゃられた通り、長物で手元が高い位置から降りてくる分、はい、上から入りすぎてしまったり、うんうん、スライスが出たりというところは見受けられますと、はい、で、まずここからどうしていったらいいかというと、うん、トップからクラブが寝て入ってくること自体は、はい、指導で手元が体から離れていってしまうというところを、あ、なるほど、はい、これさえ直してしまえば同時に治ります、はい、はー、僕ねこれねトップがすごい高いんで、はい、ずーっともうそこが気持ち悪くてしょうがないですけど、どうやっても治らなくて、はい、今日今の話聞いてどうやって直していただけるのかすごい楽しみなんですけど、はいはい、そうですね。今までちなみにどんな直し方をこう試されたことはありますか？僕はですね、まあ、左なんで逆なんですけど、左の腰骨から回すよう言われてます、はい、そういうことですね、はい、左脇、右脇はくっつけた方がいいって言われてます。左脇の方ですね、はい、で、はい、左の腰で回すイメージで。なるほどです、はい、今この手元が離れる原因っていうのは、はい、もう答えから言ってしまうと、ここです。指導のグリップエンドの向きです。はあ、はあはあはあ、グリップエンドが指導から体の中心を向きながら上がっていくのが正解なんですけど、はいはい、目標を向いてしまうんですね。あー、はい、ハーフスイングまではベルトのバックルをグリップエンドが刺した状態で上がっていくと、はいはい、ハーフスイングまでのレクチャーとこう共有をしたいと思うので、はい、もう一度ちょっとアドレスをお願いします。今のタイプにとって、はい、まあ、レフティの方ですので、右肩から使用をします。右肩から、はい、はい、隣に人がいて、はい、右肩を押されてしまったから使用してしまった、クラブが動いてしまった、はいはい、これがまず指導のきっかけです。なるほど、なるほど。右肩をそーっと動かしながらハーフスイングまでお願いします。そうですね。これで今、クラブは自然とフラットな方に上がる結果になりました。はい、はい、はい、はい。そうですね。はい。はい、正直、今回、指導の修正だけでいいです。え？はい、スイングすごくいいです。あ、本当ですか？スイングいいのは分かった、嘘です。他は直さなくていいんですか？はい、根本的なところで見たときに、直す箇所ってシンプルになるんですけど、もともとのそのスイングのショット力というか、はいはい、基礎がかなりできているので、本当にやることとしては、1箇所直すだけで、2箇所直るとか、3箇所直るとか、はい、これでもう完結してしまうという状態です。あ、そういうことですか。はい、いや毎日練習してるんで、基礎は、まあ、できてるとは自負してたんですけど、はい、いやもうだから1箇所のそのズレが全部にこう悪さをしてたって、そういうことですか、ね、はい、そうです。これさえ直せばもういい、はい、これ動画として大丈夫なんですか？ちょっと物足りないかなと思いながら、言い方を押されればいいですね。そうですね。
めっちゃいい持った玉でだ。なにこれ、おかちさん。おかちさん、ちょっと今、もうなんかちょっと一球打っただけで全然違うんだけど。いや、ちょっと待ってくれよ。いきなりすげえ軽く打ったんだけど、すごい今。え、こんだけでいいの？はい、すごくシンプルですよね。ちょっと衝撃なんだけど。トップの高さがかなり変わりましたね。ちょっと待ってよ。めちゃくちゃ今もいいんだけど、軽くってないよ。まず画面左の方が修正前ですね。はい、元が大きく離れていて、クラブがですね、この顎のあたりを通過してますね。はいはい、本来は肩口ですね、このピンクの線のところにクラブが上がってきてほしいと。でそれに対して右側修正後ですね、はい、まずもうこの指導の時点で大きく手元が体から離れなくなりました、はい、で同じ駒で止めるともうクラブの位置全然違いますね。そうですね、はい、はあ、1、2球でここまでできるというのもかなりすごいことです、ね、いや、はあ、ちょっと待ってくださいよ。ここめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。これトップめちゃくちゃかっこいいですね。全然違うじゃないですか。全然違いますね、はあ、なんかプロゴルファーが打ってるぐらいなんかかっこいいですよ。そうですね、かっこいいです。自分で言ってますけど。めちゃくちゃトップかっこいいじゃないですか。そうですね、パッと見ですごいかっこいいですね。なんかこれだったらなんかシャローって感じですよね。そうですね、スティープだったのが、はい、もう肩口より下に来てる。そうですね、うおー、これだったら球捕まるわ、はい、今芯で食ってるもんね、はい、これだとね芯になかなか当たんないんですよ。あ、なるほどですね。その伸び上がって打っちゃってるんですよね。これだと結局右足を伸ばしてちょっと帳尻合わせて打っちゃってるんです。あ、ここで蹴って伸び上がってだからトーダウンしたりとかして、はい、塔に当たって全然飛ばなかったりっていうことなんですけど、それもなくなるなとか。そうですね、これで、手元が浮いてくるように見えると思うんですけど、はい、ここもそのクラブの軌道がインサイドから降りてきてるっていう症状の中での一部なので、はい、特にこの手元が浮くっていうこと自体は意識されなくても、はい、このバックスイングのところでその本当に今回の手元が離れなくなって、はい、トップ迎えてくると自然と手元の位置も、低いところ収まってきますので、はい、いやー、何これ、おかしさん。僕のとしては大変ありがたいんですけど、はい、尺が全然ないですけど大丈夫ですか。そうですね、ショート動画並みの内容に押されるっていう、それだけでいいですよね。そうですね、めちゃくちゃシンプルじゃないですか。わかりやすいし、ゴルフスイングってよくその正しい動きを足し算しましょうみたいな風習が多いんですけど、実際は正しくは引き算なんですよね。何かしてしまっているものをどんどん引いていく、取り除いていくと正しい動きが残るっていうところで、はい、その引き算を極めた時にスイングの再現性というのも上がりますし、1、2球で終わっちゃったんで尺が心配なんですけども、いや、もうピンポイントでもうなんか一撃で直すってすごいですね。センスもすごく、いやいやいや、センスっていうか教えるセンスがすごすぎて逆になんか B1 とか B2 とかのタイプとかなんか教わらなくても大丈夫なんですか、これ。まあ、今のがさらっとその B1 ならではのニュアンスをちょっと間に入れてまして、右肩で指導する、はい、右打ちの方で左肩ですね、左肩で指導するっていうのがそもそもこの B の、指導のきっかけになります。え、それ B1 も B2 も一緒ですか。B2 だとどちらかというとちょっと足から行くので、はい、右肩という表現はあんまりしないんですけど、はい、B1 の方だともう完全にレフティの方だと右肩から指導してくださいというのは指導の部分で手の動きが入ってしまう方にはもうすごく合う表現なんですね。はあ、だから先生、今僕 B1 っていうのをご存知で、はい、B1 は指導は右肩を起点に指導させればいいっていうのがもうご存知だから一撃で僕治ったっていう、そういうことですよね。そうですね、やりやすい動作になるんですね。じゃあこれからもずっと僕は右肩を起点に
指導すればいいってことですね。そうですね。今回その指導のところにこう修正点がたまたまあったので、はい、その右肩指導ということで意識をしていただいたんですけど、指導の癖が抜けきってしまったら、もう無意識で指導していただいてもいいです。ああ、そうですか。はいはいはい。なるほど。この後の動きってどういう、はい、今度トップまでこれで、はい、すごい今すごいフラットな感じで、はい、すごい僕も満足してるんですけど、はい、ここからはどう声ですか、はい、ですね、まずダウンスイングの動作なんですけど、これはバックスイングの結果の部分なので、ダウンスイングは今後も今も意識しないということが大事です、はい、もう自然にいいんですけど、今まで通りでいいですね、はい、そうですね。僕はあの、まあ、B1 とか B2 とかほっといて、はい、あのもう僕、まあ、僕左なんで逆なんですけど、右足でもう思いっきり回して遅れてくるイメージしかないんですけど、で、あっては勝手にああついてくる状態で打ちたいっていうのが僕の理想、まあ、ドローヒッターでもあるので、はい、それは別にそのままでいいですか？本当はこれも意識はしない方がいいです。あ、その結果的に体の動きの中でダウンスイングの捻転差っていうのも A1 と B2 はより多く捻転差が生まれるんですけど、 B1 タイプ、まあ、A2 タイプもそうなんですけど、あまりこう捻転差が起こらないタイプなんですね。あ、そうなんですね、はい、B1 は捻転差があまり起こらないタイプ。そうです。僕ずっと捻転差しか考えてないんですよ。おもうどうやってこう肩は我慢して足だけこう先に行くかっていうのだけ考えたんですけど、僕としては違うんだ。そうですね。そのタイプ的なところで、まあ、B1 タイプが捻転差使わないので飛距離的に不利だとかそういうことも一切なくて、はい、実際にこれがその体の出力を出すというところと、その、まあ、体重移動をしないタイプという結果の特徴なので、特にその今までこうテーマ、課題とされて行ってこられた内容というのは、意外とこう楽な話、意識をする必要がないんですよ。ああ、はい、あ、そうです。あ、そうですか。はい、わかりました。ちょっと先生、僕ね、アイアンが短いんで、はい、まあ、このフラットに来れたんですけど、はい、ドライバーがすごい頑固なのほどアップライトなんですよ。ああ、ドライバーもちょっと、はい、いいですか。あ、はい、ぜひやってみましょう。ドライバーは頑固だと思うんですよ。あ、アップライトが。治りましたね。そうですね。トップの位置はかなり変わりましたね。めちゃくちゃいいですね、はいはい、クラブの入射角もだいぶ肩の下からクラブが降りてくるようになってますね。ドライバーでクラブが上から入ってしまって、はい、バックスピン量が多くなってしまうというところに関しては、うんうんうん、今の今回の内容を、うんうん、レッスンのメインポイントに考えていただくことで、はい、速攻的に解決します。はい、なるほど。症状って3つ4つあって、はい、これを原因と捉えて一生懸命あれもこれも直さないといけないって思われている方多いと思うんですけど、実際その症状って1つの原因から2つ症状が治ったり3つ症状が治ったりするので、原因部分触ると本当にやることって少ないんです、うん、やっぱりスピン量めっちゃ減ったわ。めちゃくちゃ減りましたね。めちゃめちゃ減ったあ、そうですね、だいぶこのバックスイングの移動が収まりましたね。はい、収まりましたね。これで首の付け根の下に股関節がありますね。はい、あ、先生すごいですね。いや教え方がもう、しかもビデオでビフォーアフター見せられるから、もう納得せざるを得ないというかさすがだなと思って、このビフォーアフターの比較は面白いですよね。面白いですね。そうですね、全然違うもんね。パッと見でこの背骨の傾きでもやっぱり違いますよね。そうです、斜めになってたの直立になってきてるって感じ、ね、そうですね、はい、よくまあ、背骨イコール軸って思われがちなんですけど、はい、厳密なニュアンスでいくと軸って背骨ではないんですよね、はい、このタイプによってこれも見方が変わってくるので、B タイプだと首の付け根と股関節が上下にあるかどうかっていうのが軸です、うんうん、これが本当に綺麗な見本です。あ、はい、しかも
結構肩が、あの先生が言われた右肩を支点に回るとあれですね、肩が入りますね。そうですね、しっかりと、はい、動きやすいですよね。うん、軸バランスがいいと、はい、その運動もしやすいので、うんうんうん、そのスムーズに動けたり、うんうん、はい、これがいろんなメリットのうちの一つですね。なるほど。あともう一点いいですか。はい、これね、僕でいう右足がかなり左足に寄っちゃってるんですけど、はい、これは直さなくていい。あ、いや、これは直さなくていいです。これあの B タイプってそもそもこの膝ってすごく動くんですね。あ、なるほど。軸足じゃない方の膝って止めちゃダメなんですね。はいはいはい。で、まあこれ厳密に軸ブレしてしまった場合にこの反対の足ってすごく大きく動くんですけど、軸が正しく揃った時に反対の足が動く、膝が動くというのはこれは全く修正する必要がないです。なるほど。いやー、すごい、はい、分かりやすい、はい、しかもなんか治った、うん、一撃で治ったスピン量がだいぶ減ったからな。そうですね、ちょうど2000から2500回転ぐらいがバックスピンの、ね、はい、適量なんですけど、今本当にまさに何球も打っていただいたうちの全てがその間にしっかりと収まってて、はい、理想的なバックスピン量ですね。そうですよね。いやー、すごいっす先生。もうあのすぐにできるのもすごく、あの、いや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 、はい、喜ぶぐらい。いやー、すごい先生、すごいっすよ。いやいや、分かりやすい、分かりやすい。いやー、すごい、いや、すごい、なんか腹に落ちました。あ、いや、もうありがとうございます。もうすごい満足しました。はい、あの本当に今回そのもうかなりスイングの状態レベルが高い方だったんですけど、まあ本当に根本的な原因を触るというところで、プロ選手でも修正点はあるんですけど、直す場所を間違えてしまうともちろん潰れてしまうんですけど、これ例えば直す順番間違えただけでも一時的に不調になってしまったりします。今回、その不調が起こらないような順番で、修正の順番を作らさせていただきました。いや、いや、もうレッスン通いたいですけど、ここ どちらに行けば岡地さんにレッスンしてもらえますか。そうですね、私今名古屋市の、全域でレッスンを、まあ、スクール会社として行っておりまして、千種区と天白区をメインに活動しています。千種と天白、どちらかにいらっしゃる。そうですね、予約取れるんですけど、予約は正直今ちょっともう名古屋はいっぱいでして、これからちょっとですね、その本当にスポットで東京の方に、レッスンに行くことになりまして。名古屋だけじゃなくて東京でもやってるんですか。まだこれからなんですけど、3月から予定をしてる。東京どちらで。赤坂と代官山と麻布十番の方ですね。ちょっとちょっとちょっと、めちゃくちゃいいとこなんですけど、そんなもう、いや、もうじゃあ、おかしさと、もう名古屋で予約と言わず、もう東京でも予約取れない、なかなか取れなくなるんですね。ああ、これどうですか。東京まだちょっと初めてやるんで。ああ、なるほど。レッスンのその、まあ、技術としては、本当に日本一を常に意識してやってますんで、まあ、フォースタンス理論は、ツールで使ってるっていうところで、その、まあ、フォースタンス抜きとしても、ゴルフレッスンのスイング知識とか、その、まあ、ポイント同士の組み合わせの相性のいい悪いだとか、まあ、引き出しもかなりあると思ってますので、ぜひ皆さんもですね、岡地さんのレッスン受けたい方はですね、ぜひこちらのゼロスタジオですね、はい、はい、お越しいただければというふうに思います。はい、すいません、あの非常に明快なレッスンで、非常にあの私としてもいい結果になったので、すごい嬉しかったです。どうもありがとうございます。はい、あります。